アリゾナ州、ツームストーンの歴史パークにある、講主台講主台は、講主刑を行うため、人間を吊るすように作られた台と、その付属物。講主台は、多くの場合は木製であり、常設型、仮設型、携帯型、車載型などの種類や様々な形がある。最も簡単な講主台は2本の木材を組み合わせた、逆 L 字型のものである。端に縄を巻き付け、 そこから人を吊るす。他のデザインでは巨大な鉄棒のように両側を支えられており、中央に縄を吊るす。イギリスの台湾の公師台は三角形をしており、各辺に複数の犯罪者を吊るすことができるようになっていた。公師台に人を吊るすときは梯子や踏み台、馬に結びつけられた荷車などの足場に死刑囚を登らせて罠に首を通すようになっていた。 足場を取り除くことで死刑囚は落下し、ゆっくりと窒息死する。その後、落としとが組み込まれた講首台が使われるようになり、この場合、頸椎に衝撃を与えることで速やかに死ぬようになっている。現在の日本での講首台は、刑務官がボタンを押すことで作動する仕組みとなっているが、この時作動用のボタンとダミーのボタン、2種類のボタンを用意し、 三人内し五人の刑務官が同時にそれぞれのボタンを押す。これは刑務官の精神的負担をいくらかでも軽減するための配慮とされるが、元刑務官や死刑制度に反対する論者からは、その方法では精神的負担を減らすことはできず、むしろ無用な負担を強いられる執行人の数を増やしているだけではないかとの批判もある。ベン・ジョンソン。 タイバーンツリースピーカーズコーナー、ロンドン。ヒストリックユーケー、2021年6月21日、閲覧。アフター1 5 7 1エトライアングラー。シェイプドギャローズワズエレクテッドウィッチリーチド。アプロキシュメートリー6メーターズ。ザトライアングラー。シェイプリフレクティットザニードツーハングモアザン。A シングルパーソン。ありがとうございます。